ブログ編集長のメガーです。毎日コメントありがとうございます。本日の日曜はですね、えー、2023年の6月15日ってことであります。ですね、えー、そういうことで、あのえー、昨日、えー、6月14日のね、ちょっとライブ配信の時にもですね、えーまあ、緊急ニュースが流れてきまして、まあ、その時はね、ちょっとあの触れただけでしたが、まあ、YouTube に関して、まあ、あの大幅な、えー、変更点がありましたので、えー、そちらの方にですね、 これからちょっと敷が低くなって、要するにこれから今が絶好の参入時だよっていうのをね、あの皆さんにちょっとお伝えするために、あのこの動画を撮影していきたいというふうに思います。まあそういうことで、あのねえーまあ、前置きはな、はい、さておき、まあ、こちらが本編になります。ということで、えー、以下ちょっとあの貼っておきますが、IT メディアニュースさんからちょっと引用させていただきまして、 えーまあ、YouTube、まあ、クリエイター収益プログラム参加式、えー、下げってことでまああのーまあえー、日本はまだだかっていうカッコで、あのー、あるんですけど、まあ、将来的には日本にもってことでまああのーえまあ、ちょっとあの以下、はいまあ、これもね、あのー、あれですけど、まあ、対象となるのはアメリカとイギリスカナダ、えー、台湾韓国のみってことでえ,ー、えまあまあちょっとねあのー まあ、YouTube 全体、あの全世界っていう意味で言ったら、日本はちょっとね、あのー、低く位置づけられてる現状もあるみたいなので、まあ、その辺ね <laughs>、日本のね、あのクリエイターの方をね、まあ、大量に配置するためにね、まあ,あ、撮影していこうというふうに思います。えー、ってことでですね、えこ、ー、の通りですね、まあ、こういう感じになってるんですけど、やっぱり、あの、大きな、まあ、YouTube のね、あのパートナー、えー プログラムへの参加、あのね、緩和されたっていうので、ね、まあ、チャンネル登録、まあ、500人以上っていうのがね、まあ、ここまでちょっと引き下げられた、まあ、現状のチャンネル登録1000人以上から、まあ、500人以上、これがね、やっぱり大きく緩和されたと,ところだというふうに思います。まあ、あの他にもね、4000時間が3000時間になったとか、まあ、そういうのはあるんですけど、まあ、90日間、 えー、に最低3回の、えー、動画公開ってこれまあ、こういうのはもう当たり前にやるべきものなんで、まあ、あうん、別に全然、うん、これはあの要するにあの1年間の総再生時間が3000時間とか、まあ、こういうのはあの全然難しい話じゃないです、うん。なので、まああの、やっぱりね、まああの、参加される方、まあ、YouTube で稼ごうっていう、ね、方から、難しい、難しい、難しいって、難しいって、あのー、 1000人っていう壁がどうしても突破できないっていうのでね、まあ諦めたり、そこをね、やっぱりあの500人以上ってことで、まあそういう人のね、まあ、やる気、モチベーションをね、高くするってことで、まあそういう、まあ500人ぐらいからね、まああの、まあ、スーパーチャットとか、まああの、スーパーサンクス、まあスーパーティッカー、まあそういうね、あの、収益化ツールはね、利用できるようになったってことで、まああの、これはですね、まああの、 500人突破しただけではね、やっぱりあの広告収入は得られないってことです。ただ、スーパーチャットとか、うん、これは、うん、スーパーサンクスとか、まあ、大きな収益源なので、まああの、500人突破しただけで、まあ、あとであの詳細にあの説明しますが、下手したら年収1億とか、まあ、そういう、ね、あのクリエイターの方もね、 あの例えばチャンネル登録500人で年収1億とか、まあ、そういうのは、ね、実際にあり得る時代に突入していこうとう、まあ、まさにちょっと時代の変換期になってきた可能性が高いので、まあ、その辺、ね、ちょっと説明していこうというふうに思います、うんまああのー、やっぱり、まああのー、前から申し上げたんですけど、まあ、広告収入をメインのし、あのー、収入源っていうふうに思わない方がいいっていうことです、うん うん、まあそういうことで、あのね、まあちょっと後であ、なかなかとちょっと説明することになるんですけど、まああの、やっぱり結論として、今回の変更点の YouTube の真の狙いはってことは、ね、あの、絶対に押さえておかなきゃいけないというふうに思います。うん、まあ今回のちょっと変更点の YouTube の真の狙いは何なのかっていうことです。これは、やっぱりあの、 まあ将来ですね、有能な要するにクリエイターやまあインフルエンサーの早期覚悟っいうことです。うん。まあ、あのー、これは、まあ、うん。で、逆にですねあの、迷惑系とか過激系とか、まあ、あの動画クリエイター、うん。これ系で要するに稼いでるあの、要するにクリエイターを締め出していこうっていう、まあ、YouTube の狙いもあるんだっていうふうにね、まあ、あのー、伺います。うんまあこの件にも 関してもあの説明してても説明いいいこうというとに思いますまずあの、現状を捉えなきゃいけないのはです、ねあの、現状、うんうん、先ほども申し上げた、このチャンネル登録、要するに1000人突破しないとパートナープログラムへの参加できないっていこのチャンネル登録1000人っていうのは非常に高いハードルです。うんうんあのね、ちょっとあの外野で、要するに 思っているのと実際にプレイヤーとして要するに結果を出しているっていうのは全く異なります。なので、あの、まあ、あ例えばチャンネル、うんまうん、それはあの例えば有名人が何十万何百万っているのと全く無名から始めて、うん、全くスキルが <laughs> ないような状態で、まあ、ゲーム配信を始めた私から <laughs>、うん、全然違うってことです。うん、まあ、あのやっぱりねあの 特に、まあ例えば100人行くまでは、本当にね、まあ、動画を投稿しても、誰からも全く見向きもされない厳しい現実と、要するに向き合う必要があるってことです。うん、まあ、うん。で、まあ、あの、うん。ねまあ、やっぱりね、あの100人突破するまでも、が一番大変なんですけど、まあ、 まあ、例えば、えー、そこからポン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 ン500人ぐらいまで行くとしても、まあ、そこで結構、頭打ちになってもうそれ以上伸びないとか、まあ、そういう、ねえー、方も結構いらっしゃいます、なので、まあ、あのそういう頑張ってるけど要するに、まあ、挫折しまったとか、まあ、モチベーションものすごい下がったとか、まあ、あのそういう方に向けての結構救済手段っていうのもあると思いますし。 まあ、あの例えばあの学生の方とか、まああのね、例えばあの、えー仕事まあ、本業が忙しい方の、初期のちょ、ね、チャンネル登録を獲得する時間と労力ってのを軽減する狙いもあるっていう、なので、まあ、あの将来、有能な要するにクリエーターとかインフルエンサーの早期確保っていうのは、ねまあ、こういう面でも。あのうん 単に、要するにあのもう労,働労働的な感じでどんどん,どん,どんあの作業を進めないといけないっていうのでまああの例えば本業がおろそかになったり学業がおろそかになったりする局面が非常に多いです。なのでまああのそういうねあの時間と要するにあの労力うんを軽減させるっていう,うんまあそういう狙いもあるしで やっぱりね、あの、そういう労働的なものよりも、要するにスーパーチャットとか、まあ、スーパーサンクスみたいなのは、要するに企画力とか、まあ、あのね、高い、要するに魅力とかがないと投げてくれないので、まあ、そういう感じで、うん、まあ、労働的なものよりも、要するに魅力とか企画力とか、まあ、そういうものを重視してるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ、あのチャンネル、うん、そこに咲く費用、あの、 時間と労力があるんだったら要するに企画力でえより多くの人から要するにサンクスとか、まあ、そういう感じであの、ね、お金を投げてもらえるような感じで支援していくっていうのが、まあ、狙いではないかなっていうふうに思います。うんまあ、あのちょっと話はよ,よれんですけど、まあ、あの現状ねあの れたんですけど,、まあ、ど動画を要するに投稿しても誰からも全く見向きもされない厳しい現実と向き合うことに、えー、なります。なので、まああの、年初からちょっと話題になっているようなスシローでのペロペロ舐め回した迷惑動画をアップしたり、まあ、あの映画のショート動画を違法アップロードするっていうのはねこれは、まあ、あの犯罪で絶対やっちゃいけないですけど、まあ、YouTube の戦略としては一定の合理性はあるってことです。 まああのそういうのでね、まあ、あの大量の,その人からあんまり感謝されないけど要するに人目をつかせるような人たちを要するにあの、ねえーまあ、締め出すっていうか<笑><笑>あんまりそういうことをやっても広告、あのーねえー、企画力に長けてるクリエイターには勝てないような状況を作っていくんじゃないかい,いくのが。 今かからのの狙いいいいではないかなっていう,ふうに思いま,すまあこういうのはまあ誰かもあんまり感謝されないけど大量のね再生回数を叩き出してまあそれであの要するにそこにつく広告費で稼ぐっていうことですよね、うん、なのでまああのそういう人をあのまず徹底的に締め出すっていう狙いもあると思います、うん、で、えー まああの今後、でやっぱりまあそういうねあのスーパーチャーとかとかそういうものをねスーパージャンクスとかまあそういうものを YouTube 自体が重視していくっていう以上をまああの今、結構昨日なんかもあの電車の,ねあのつりわ航空で広告あったんですけどこれチャンネル登録者数まあ500人以上あればチャンネル登録者数と,とかまあ再生回数と。 これ,これと要するに得られる収益っていうのはほとんど相関関係がなくなっていくってことです、うん、なのでまあさっき極端に申し上げたんですけどあの副業、まあ、チャンネル登録500人の人が例えば YouTube で年収1億を叩き出すことも十分に可能っていうことですこれはスーパーチャットとか、まあ、スーパーサンクスっていうその原理的にねあの ほぼいくらでもあの無限にお金を投げてくれるっていう、まあ、機能がありますので、まあ、実際こういうものをの叩き出すことも十分に可能だってことです副業のライバーがですよ。まあ企,画力まあ、企画力とか、まあ、そういう、ね、あの魅力とか一芸に長けてるとかそういうものがあれば、まあ、あの無駄にねあの投稿せずとも要するに まあ一瞬でこうライブやってい,いろんな人にお金投げてもらってそういうね、えー、スパチャー投げてくれるスーパー,、えーサンクス投げてくれるっていうので叩き立つことも逆に可能逆にですねこのチャンネル登録者数10万人でもこれあの迷惑系とかあまり付加,あの付加価値が低いもの,あのコピペ動画とかただもうあの広告収入5000円とか1万円っていう現実っていうのを 見えててくるってことですまあそういう意味でも、あのまあ、今、そういうものに手を染めてる人たちもね、あのペロペロ動画、迷惑で、まあ逆にもうそんなことやっても意味ないよ、全然割に合わないし、もうあの逮捕されたり犯罪に、だったらこっちやった方がいいんじゃないかっていうね、まあ、そういうふうに良き方向に向かわせるっていう意図もあると思います。うん、まあ,あのそうですね。 まあだから要するに無駄に再生回数をあの獲得するとか、そういうねあの迷惑系とかで、そういうのでもう何の意味もない時代になっていくっていう、なのでまああの書籍なんかでもなんか最短であのチャンネル登録者数を10万人にする秘密の方法を大公開とか <laughs>、7000万人の仕掛け人が初めて明かすとか、そんなねあのチャンネル登録と、要するに まああのー、ほとんど意味ない、うん、前にあの見たんですけどあのすあのチャンネル登録数百,百万人の,あのクリエイターがもうクリエイターっていうあの迷惑系の,、ね、あの人が、ね、どうやってそのチャンネル登録を獲得してるかって言ったら問題行動を起こすたびに,にチャンネル登録者数と再生回数を伸ばしてるっていう人がいましたね。うん まあなので、まあ、そういう意図を、ねまあ、徹底的にあの締め出していくっていう意図もあると思います。うんまあ,あ,のあんまり、ねチャンネルとうん、500人超えたらもうチャンネル登録者数とか、まあ、再生回数よりも、要するに、まあ、あのどれだけの人からか、まあ、サンクスって言ってもらえるね、えーまあ、動画に仕上がってるか、そこを、ね、やっぱり重視した方がいいという,ふうに思います。うん あのうん、そういうことで、まあうんまああの、3機能が500人から使用できるってことで、ライブ配信者がも有利になっていきますよね。まあ、ライブ配信でも、例えば、えーまあ、スパチャーだったら、例えばあのライブ配信中に、まあ、質問くれて、はいまあ、そのメッセージに、まああのまあ、例えばあの教育系のことで、要するに、まあ、これ、これ、 の質問に答えて欲しいんですがっていう感じでまあお金と要するメッセージを寄せてそれにまあ配信者が答えていくとまあそういうねあの教育系の要するに、えー、配信なんかも重視されるような時代になっていくんではないかなっていうふうに思います、うん、まああの副業系のライバーとかまああの、うん、まあ配信者の魅力とかまああのアイデア力とか、まあ、企画力 がですねいかに、まああのこれですね。これはあの重要です。企画力とか、まああのそうですね魅力、まあ,あのアイデア力、企画力、まあコンテンツ力。これがないと、まずこれ、あのメンバーシップとか、スーパーチャットとか、スーパーサンクスとかで稼ぐのは無理だっていうことです。うんまああの まあそういう意味でも徹底的に要するに迷惑系とかあの過激系をまあ締め出す <laughs>、締め出す <laughs>、締め出す <laughs> 狙いでやってる、でもあのとにかく500人ぐらいでもまあ企画力とかあのアイデア力があるんだったらもう1億稼いでもらおう <laughs>。わからない、1億はわからないんですよ、ああ1000万とか1億稼いでもらおうっていうのはね。 まあまああの過激系とかに限らず過去のちょっと私の動画からもう,もう血の這うような労働の日々とかねあんまりあんまり意味ないようなそういうのも軽減させてそれに要するに力を注ぐさせるようであればまあそれに注ぐ時間を要するにねあのまあアイデアとか企画力とかまあコンテンツ力を磨くことに時間を割いてほしいっていう。 YouTube の狙いいいがあるとううふうに思います、うん、まあまあ、そういうことです。あれです。まあ、これって、ね、もう、あのー、何回も説明しますが、まあ、今回の狙いで結構、あのー、これも大きいと思います。迷惑系コピペ動画、有名人の切り抜き、この類、あのーね、広告、広告費で稼ごうという、うん。この類で、要するに広告費で稼ごうとする役らを、要するに、まあ、 え締め出そううっていう狙い狙、はい、まあ大量にそのアクセス <coughs> 稼げるけどあんまり人から感謝されてないとかクレームみたいなのありましたからあの有名人がなんかあの重ねたみたいなあの亡くなりましたみたいな、うん、結局嘘でしたみたいなそんな名誉毀損みたいなそういうのを締め出すそ,、うん、それは要するにあの人目をつかせるっていう意味だったら非常に有効な戦略です。 ただもうそういうのを締めた、あのー、広告費を、うん、やってもちょこっとしか稼いでないんで、こういう人たちばっかりが要するに稼いでるのを作りたいっていうのはね、あのー、まあ、あのー、狙いじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そういうことで、ちょっと長くなりましたよね。まあ、ちょっと皆さんのからの反応をね、あの、はい。えー、まあ、これ、あのー、このね、やっぱり、えー、変更によってですね、えー 500人ですね500あの。1000人から、主に1000人から500人に変更になって、500人でもこれ,これですね。メンバーシップ、スーパーサンクスが使えるようになって、まあ、これまたライブやってる人がまあ有利そう、うんま。間違いなくあのスパチャで投げてもらえるので、まあ、有利です。まあ、スーパーサンクスってのもあるんですけど、まあ、スパチャの方が、なぜか、あのー、 これらの、うん、ライブ配信のと非常にマッチしてますね。うん。まああの、ライバーっていう職業がますますあの飛躍していく時代に突入していくんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まああの、ライブ配信自体も価値がないとダメですけどね。はい。ね、えー、登録しないで見る人多いと思うので、登録者、うん。 えー、登録者の人数の緩和は良かったのではないか。あこれはま,まるです。まるです。なぜかね、あのー、私のこと嫌いな人が多いんですよ。あ <laughs> あ、多いって言ったらあれですけど。お、あのー、要するに私のことはあんまり好きじゃないよく見てるけど、まあ、いろいろちょっと過去のこととかあって、まあ、チャンネル登録だけは絶対しないみたいな <laughs>、かくないな人も多いですからね。まあまあちょ、ちょっとね、はい。 なので、まあ、あの、まあ、まあ、私に限らずあの、登録しないで見,あの見るだけの人多い。うん、なぜか、そんなことすら貢献しないような人多いっす。あの価値のあるものを受け取ってるのに、うん。まあまあ、はい。まあちょ、ちょっと、この件に関しては、また後で、はい。はい、えーえー、まあ,あ、の、感は非常に良かったと思います。はい。 まあ無駄な要するに、労働、労働ですよね、動画を投稿するっていう労働もあの削減できて、迷惑系とか、もう伸びない、伸びないでも過激系とか、迷惑系に手を染めるみたいな人をまあ救済する措置でもありますよね。実際、それより先に不適切なコンテンツから広告を剥がすべき。 えーあーまあ、だ,だから、こういうの,あの,天気あの、迷惑系、過激系ですよね、まさにそうで、まあ、剥がすべきっていうかあの、要するにそんなことをやっても、もう現状でもコンプラ上司であんまり広告がつかなくなってるし、でまあ、あのそういうのでスパチャなんかであの直接お金を投げるみたいな感じになっていけば、もうどん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 、<laughs> 向,こう向こうは要するに、あの要するに、 500人ぐらいでも、要するに年収、まあ、2000万とか5000万、1億稼いるのに <laughs>、こっちはもう必死に、要するに法律すれすれのことやって、下手したら警察から呼び出し食らうようなことやって、まあ、月の、要するに月収がもう5000、万で全く割に合わない。だからもうやめるみたいな。まあそういう,う、まあだから、剥がすべきっていうよりも、 もうつかなくなってるし、まあ、あの、もう割に合わないなっていうの、ね、で、やめていくっていう現状を作る意図もあるというふうに思います。はい。はい。えー、まだ、ありま、YouTube 向けの動画は、はい、はい、もうちょっとあの、はい。えー、またあの、ライブ、あの、今日のライブ配信の時に、あの、続きを説明するので、あれですけど、 YouTube 向けの動画はどこも構成が同じで見ていてもすぐに飽きるよね。まあ、あの、そうです。ぶっちゃけ <laughs>。ぶっちゃけ。だから、飽きられないための仕組みとか、まあそういうものを考えていかなきゃいけないんですよ。まあ、あの、すぐに飽きるっていうのは、これはテレビでも一緒です。芸能人なんかもう飽きられたら終わりですよね。だから、要するに YouTube は難しいっていう。うん、だから、あの、 1000、まああのー、人到達するまでにや、あのー、挫折する人も多いわけですよ、実際千人。今までだったら、うん、今までもこれからも、1000、まあ、人到達したはい、いいけど、その後、飽きられたら、要するにせっかく今までの努力は水の泡みたいなところはあ,ありますよね。うんまあ、だからいや、やっぱり YouTube って難しいとか。 ただ、まあ,あの、うん、まあね、飽きられないための仕組みっていうのは必要です。まあ、もうちょっと、はい。まぁ、あ、最後ですかね、最後、はい。最近やたらと、えー、長い CM な、まあ、30分ほどの動画を見てたら、30分、はい。えー、CM 流れ出す。CM 見るのが嫌な YouTube、うん。 まあもうあのこれは直接今回の,あの改正の変更点とは異なるんですけど CM 見るの嫌なら YouTube 見なければいいだけの話でプレミアムに入ればあのいいだけの話です私も YouTube も事前事業でやってるわけではありませんあの無料っていう人はあんまりうんまあちょっとねあの距離を置くっていうのはね最近ちょっと露骨になってる部分もありますのでこれちょっとあの覚えておいて YouTube も まあ、で、まあ、あの、まあ、明日ちょっと説明するようん、あの無料でいいっていうふうに思ってる人は、詐欺にいやすいです <laughs> 無料であの、無料でいいっていうふうに思ってる人は、あの詐欺とかトラブルに遭う可能性非常に高いので、まあ、それちょっと覚えておいて、はい。 まあうんまあ、この先はね、あの今夜の、あのー、マリオカートのライブ配信中で、えー、お話ししていく予定です。うん、まああのちょっと覚えておいて、はい。えーまあ、そこにね、質問がある場合ね、あのスパチャで支援よろしくお願いします。うん、あの本当に無料でいいっていうふうに思ってる人はどんどん疎遠になってきますで。詐欺にも会いやすいですあの。明日ちょっと説明するつもりですけど、はい。まあ、そういうことで、あのー、以上です。で、まあ、あのー 長くなりましたがね、まあ何が言いたいかっていうことをもう端的にあの説明するとですね、まあ、これですね、えー、今回の,あの変更点の YouTube の真の恋愛はまあ将来え有能なあのクリエイターやインフルエンサーの早期確保、逆にあの迷惑系とか過激系の動画クリエイターの締め出し、うん、あと要するにまあそういうね、とにかくもう確、うん まあ、この改正によってチャンネル登録500人とかの要するに副業ライバーが、まあ、あの年収1億叩き出すことも十分に可能っていう現状を作り出してなかった、うんまあまり無駄な要するに労働、ね、動,画動画クリエイトの労働作業を、まあ、負担を軽減して要するにその分クリエイティブな まあサンクスって言ってもらえるような動画,あの動画とかライブ配信を力を注いでもらうっていう、まあ、YouTube の配慮が伺かまえます。うんまあ、あの逆にあの広告収入にこだわってる限り、まあ、10万人とか100万人いったとしてもどんどんつかなくなって月の広告収入5000円1万の現実に直面するっていうだったらやめていこうみたいな感じで結論としてはこれです。 はいまあ、そういうことで、あのなかなかとす,すいません、まあ、そういうことであの変更、はいまあ、これねあの、覚えていただいて、もうあのこれに書きますだからもう、有能なクリエイターとかインフルエンサーになりましょう、迷惑系、あの激系の動画を作るのをやめましょう、ただそれだけで、<laughs> 稼ぎたかったら <laughs>、はいまあそ、そういうことで、あのこれでもあの YouTube の勢力図が変わっていく可能性が非常に高いので、まあ、覚えていただければと思います。